ワールドクリークは日本で生産、調教された競争馬。1999年の東京大商店に優勝し、翌年のドバイワールドカップにも出走した。判定に同じくダート競争で活躍したスマートファルコンがいる。1998年1月に京都競馬場の新馬戦でデビューし16着、続く2戦目で初勝利を挙げた。 その後は主にダート競争の自己条件に出走し、堅実な走りを見せていた。1999年秋に本格化し、9月の秋分特別から5連勝、12月の東京大賞展では、重賞初挑戦ながら、ファストフレンドを下し優勝した。2000年は、川崎記念6着の後ドバイワールドカップに出走し、ドバイミレニアムの6着となる。 帰国後もだート戦線で走ったものの不審に陥り、オープン特別で3着に入るのがやっとであった。結局中央競馬では、その後一勝も上げることはできず、2002年3月のマーチステークス11着を最後に、地方競馬へ転出し、荒井球舎から佐賀競馬場の西久保球舎へと移籍した。佐賀では7戦走ったがここでも勝てず、今度は荒尾競馬場の平山球舎へと移籍。 遺跡初戦の椿特別で3年6ヶ月ぶりの勝利を挙げると8006勝という成績を残し2004年3月の大麻蘇大賞店で東京大賞店以来の重賞に優勝したその後脚部不安を発症し引退した引退後は種母場にはならず長野県の末都市牧場で功労場として余生を送っていた2013年7月20日死亡 引退名場、ワールドクリーク。名場、JP2013 年10月12日閲覧。ありがとうございます。